こんにちはお疲れ様でございます。まあね、普通のことをね、やればいいんじゃないかなと思いますよね。まあ、あの、億万長者合宿の中にうーん、なんかその、手持ちのカードって言葉は再三出てくるわけですけども、うーん、まあでもね、凡事徹底って言葉も、まあまあまあ出てくるわけじゃないですか。で、誰が言ったか忘れたんですけども、普通のことを普通にやれみたいな、そんな言葉があるんですよ。そうすると、ほとんどの人は普通のことができなくなるから。 だだから生き残っっってていけるよよことだったとた思うんですよで今日のミルトン・バールさんっていうのは誰にもノックこれはあのー、まあ新しいね動画を作りましたアクセスが伸び悩んでますじゃあ新しい動画を作りましょうってことにも似てるのかなと思いますこれある人がねお金全然ない中で借金がだいぶある中で会社を離れて起業しようとする人がいるんですよ鹿児島に行ってね で、鹿児島の事務所の契約、20万いるんですよ。その20万もないみたいなね、その20万もなくって、どうしようって時にバースデーセールみたいなのをやってね、まあ、ママと20万作るわけなんですけども、まあ、けどね、売れなかったら、別の動画を作って、別のアプローチで、同じ商品を売ろうというね、そういう迂回策を取ってるわけなんですよ。これがすごいじゃないですか。うん、まあミルトンバールさんも同じようなこと言っていてい 誰にもノックをされないんだっったら新しいドアを作ろうってう形なんですよねだからこの動画が再生されないんだら別の動画別の動画別の動画って感じでどんどんチャレンジしていくこと手数を打つことによって反応が見えてくるってことなのかなと思いますそしてねあらゆる偉業の出発点っていうのは多分目的を明確にすることなんじゃないかなと思うんですようんでもせっかく金持ちになりたいっていうふうな明確な目標を立てても明確な手段を取らなければやっぱり目標にはたどり着かないのかなと思うんですね じゃあ本日も行ってみよう